それではカープです。カープは週末1勝2敗と負け越しはしましたが、期待の新星の登場、1点を争う攻防など見どころの多い戦いとなりました。金曜日、プロ初先発のコルニエルは1回、いきなり2人のランナーを背負います。ここは5番桑原をセンターフライに打ち取り、無失点で立ち上がります。その後もキレのある変化球と力強いツーシームを武器に無失点ピッチングを続けます。8回、ヒットとフォアボールで満塁のピンチを背負うと、内野ゴロの間に1点を奪われ先制を許します。コルニエルはここで無念の降板となりました。続くピンチ、マウンドには今シーズン初登板の矢崎。自慢のフォークでこのピンチをしのぎます。しかし打線が DeNA 投手陣の前に得点を奪えず、悔しい敗戦となりました。土曜日の先発は床田。3回、ヒットのランナーを一塁に背負いますが、自らの好フィールディングもあり、3回まで無失点に抑えます。打線は4回、ワンアウト一塁の場面で4番マクブルーム。この打球をセンターが後逸、ファーストランナー秋山が一気にホームへ帰り先制点を奪います。さらに5番西川、振り抜いた打球はライトスタンドへ。2号ツーランホームランでカープはこの回3得点。6回、連打で初めて得点圏にランナーを背負った床田。ここで迎えるバッターはセリーグ首位打者の宮崎。このピンチを切り抜けた床田、今シーズン2勝目を挙げました。ランナー出しながらも、守ってくれたので、何度か粘れたと思います。もう打った瞬間、入ったと思ったのでさすがだなと思って、見てました。ありがとう。1勝1敗で迎えた日曜日、2点を先制され迎えた3回、1500安打まで残り4本の菊池が打席に。吸い上げる形です。レフトが下がっていく、下がっていって、この打球はスタンドまで届きました。今シーズン第1号のソロホームランで1点差に迫ります。7回、先頭のマクブルーム、マクブルームの打球ストレートを振り抜いてついに出た、今シーズン第1号。初球を完璧に捉え同点に追いつきます。その後ヒットとフォアボールなどでワンアウト三塁二塁のチャンスを作り、代打松山。内野ゴロの間に三塁ランナーが生還し勝ち越しに成功します。しかし8回、4番手ターリーが DeNA 佐野に一発を浴び同点に。9回、守護神栗林がマウンドへ。ツーアウト二塁一塁のピンチを背負い、打席には代打楠本。これが決勝点となり今カード負け越しとなったカープ。栗林は自己ワーストの3敗目を喫しました。順位表を見るとカープは現在4位となっています。阪神ヤクルトとは2カード戦いましたが、セリーグ5球団と対戦が一回りして 10勝9敗です。前田さん、この結果どうご覧になられましたか？はい、開幕4連敗からスタートをして、ね、ここまでよく盛り返して隙が一つありますのでね、非常に、頑張って、
上々じゃないでしょうかね。そうですね、はい、昨日の試合は勝ち癖中継で前田さんにも解説していただきました、はい、その中でちょっと心配なのが栗林投手です。10試合に登板して早くも自己最多となる3敗目となってしまいました。まあね、やっぱり栗林投手が3敗をするっていうのはこの、ね、2年間というのはなかったわけですから、本当に重要なポジションで、活躍をしてくれてましたからね。で、まあ、少し開幕前に腰の違和感が出て、まあ、でも軽傷ということで、まあ、開幕に間に合ってね、まあ、今こういう状態で、なかなかでも当たり自体はねそんなに捉えられた打球っていうのはないんですけども、まあ、3敗ということで、これはまあ栗林投手とって珍しいことですからね。ただね、新井監督もこれからまた起用していくと、変わらず信頼は変わらないということなんで、ですから、まあ、今まで通りクローザーとして、間違いなく必要な戦力ですからね。ただあとは本当に体調コンディションさえ問題ないんであれば、しっかりとフィジカルの部分をね、トレーニング続けながら、しっかりと自分の役割をね、出番を待つことに備えるっていう形は必要じゃないかなと思いますよね。そうですよね。もう投げながらいろいろトレーナーなどとも相談をしながら。そうですね。だから難しいと思いますよ。ただね、やっぱり専門のトレーナー、トレーニングコーチいますんでね、はい、それほど、まあ、激しいトレーニングはできませんけど、はい、それで試合に臨まなくてはいけないので、でもある程度時間をかけてやりながらでもできると思うんですね。だからこれはもう体調が本当に問題ないんであれば、はい、そういう形で、やる必要があると思いますね。はい、そうですね。一方、野手陣でいうと昨日反撃ののろしとなる一発を含む2安打の活躍を見せた菊池選手、これで通算1500安打まで残り2本です、うん、ですね、迫ってきましたね、前田さん。もうなんて言いますかね、1500本もあと2本ですけども、はい、まあ、菊池選手の場合はとにかく、まあ、1年間怪我をせずにね、コンディションをよりいい状態で出続ける、まあ、そのためには ある程度スタミナ的なものがね、一番彼にとっては課題なわけで、シーズンを、まあ、ずっとねフル出場するっていうのはどうしてもこう年齢的な部分はね、影響してきますので、少しずつこう休養を入れながら、まあ、そんな中で1年間やってくれれば、まあ、間違いなくもうね2000本も見えてくるんじゃないかなと思うんですね。明日はまた2安打、はい、勝ちに貢献するような活躍をね、うん、2本を期待したいですね。そうですね。菊池選手のこれからの活躍にも目が離せません。さあ、続いてはお待ちかねのこのコーナー、前田さんに印象に残ったプレーを選んでいただく MIP、 私はインプレッシブプレーのコーナーです。待っておりません、私は。皆さん待ってました。待ってました、はい、待ってました、はい、それでは発表お願いします、はい、発表します。はい、はい、もう私が選んだ MIP はやっぱりマクブルーム選手ですね、はい、待望の今季初ホームランが出ましたよね、4番にね、はい、それもいいところで出ました、はいはい、内容も良かったです、はい、まあ、このシーンですけどね、昨日のゲーム、まあ、1点ビハインドでね、ガシパターンのエスコバー、もうストレートが非常に速いです、まあ、その初球ですけど、もう狙い撃ちですね、イメージ通り、この速いストレートを完璧に捉えたということで、手応えのあるホームランだったと思うんでね、あれだけのアクションが出たと思うんですね、素晴らしかったですね。実際シーズン始まってからのここまでの状態であったり様子というのは前田さんはどう見てますか？そうですね、まあ、もちろん本人は不本意だったと思うんです。こうやってフォアボールを選んだり、もう大事なところで打点も上げてましたしね、はい、打率は上がってこなかったんですけど、うん、でもまあこれからです。この1本ホームランが出たっていうのも大きいですし、そしてその次の打席の今のフォアボール、うん、で、あのフォアボールの内容が非常に良かったですね。で、満塁になって、チャンスを広げたんですよね、はい、まあ、その後得点にはつながらなかったんですけども、ホームランの後にあえてしっかり選んで、そして明日の1打席目につながっていくと思うんですね。
しっかりとまた去年の経験も生かしながら瀬賀さん次の打席へということですね。明日の1打席目、うん、注目しましょう。注目しましょう、はい、そして前田さん、はい、山崎アナに何か提案があるそうですね。おいや特にないです。ないんですか。なんかしてくださいよ提案。えあれないですか。いや特にないですけど、もう特にないですか。いやもうしらじらしいよ、やめてもらって。いや前回、はい、山崎さんに、はいはい、デビッドソンがエールを送ってもらいましたよね、はい、ちょっと横文字で、はいはい、ね、発音のいい横文字 で、はい、で甲子園でその次に2本打ちました。しました。そうなんです。で今日はもうちょっとそれにあやかって、はい、マクブルーム選手に前田さん、明日からのまたつながってる打席があるんで、昨日からさらなるそのね、うんうん、上昇を描いていける、描いていけるようにパワーを送ってもらいたいんですが、はい、それをまたちょっとさらっとさらっとですね、はい、お願いしたいんですけど、はい、何かありますか。はい、はい、I know you can do it。 どうでしょう。なんておっしゃってました。なんておっしゃってました。なんか I know なんとかって言ってました。I can ストップとかない。いやいやいや、私は止まらない。止まらないみたいな。突き進んでいく可能性がありますね。言ってなかったですか。なんていう話ですか。先生、私は知ってるよ、あなたができること。ありがとうございます。何やってるのよ。ここは打ち合わせ通りじゃないでしょ。打ち合わせ通りじゃない。もう分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、これまた明日ね、明日以降、マクブルーム選手がこれからグッといけば、また次ね、ケールを送っていただいて、はい、またね、これがね、いや楽しみですね。そうですね、もしかしたら明日からの試合でもヒットが出るかもしれませんね。いやいや、出ます。出ますね、はい、ヒットが出ます、はい、もしかしたらじゃないんですよ、はい、大丈夫です、はいはい、さあ、明日からはマツダスタジアムで中日と3連戦です。予告先発は大瀬良投手、勝利に期待しましょう。